おはようございます。まずは仰向けのまま全身を大きく伸ばしていきます。両手を組み、手のひらを天井に向けて頭の上で伸びをします。吐く息で脱力。この動きを3回繰り返します。そのまま右手首を掴んで左に引っ張りましょう。右足のかかとも下に押し付けるようにして体側を伸ばします。反対側も同じように行ってください。次に両膝を立てて左右にパタパタ倒していきます。股関節がほぐれていくのを感じながら何度か繰り返します。今度は足幅を大きく開いて同じようにパタパタ倒していきましょう。このように腰回りも伸ばします。次に膝を90度に曲げて左側へ倒してツイストしましょう。この時顔は足と反対側に向けます。左手で膝をサポートしても OK です。反対側も同じように倒しましょう。膝はなるべく遠くに下ろしてぐーっと肩から腰回りを伸ばします。お腹に空気を送るように呼吸をゆっくりと繰り返しましょう。両膝を抱えて左右に揺すったら、今度は横向きになりましょう。横向きで膝を揃えて曲げたら、胸の前に手を伸ばしていきます。手のひらを合わせ、息を吸いながら後ろに大きく開きます。視線は手の指先、胸と肩を伸ばしましょう。さらに頭の上を通って、半円を描きながら腕を大きく回します。来た道を通りながら、戻して、呼吸に合わせて繰り返しましょう。今度は反対向きになって行います。反対向きになったら、先ほどと逆の腕を動かしていきます。この動きで腕の付け根や肩甲骨周りがほぐれていきます。頭の上を通って、視線は指先、腕を回し、ゆっくりと戻しましょう。この動作を繰り返します。両膝を抱えて軽く左右に揺すったら、ゆっくりと体を起こし、四つん這いになります。まず右手を前に伸ばします。顔は左に向けましょう。顔は下に下ろすか、もしくは腕の上に乗せていきます。お尻はできるだけかかとから離して、腕に体重をかけましょう。ぐーっと伸ばしていきます。反対の腕も同様に、一つ前に伸ばし、体重をかけていきます。脇や胸の横が伸びるのを感じましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
今度は両手を前に伸ばして、おでこを下につけます。膝は90度になるようにお尻を引き上げます。余裕があれば顎を下につけて両手の間を見ましょう。猫の伸びのポーズです。これで胸や背中が伸びていきます。次はコブラのポーズです。足を伸ばして体を前にスライドさせます。肘を少し曲げるか、腕を伸ばしておへそから胸を伸ばしましょう。腰が反ってしまう場合は肘を緩めましょう。さっきの猫のポーズとコブラのポーズ、2つの動作を繰り返します。最後は後ろを振り向いて体側を伸ばします。お尻をかかとの上に下ろして背中を丸めてお休みしましょう。次は座った状態で上半身をほぐしてリフレッシュしましょう。楽な姿勢で座ります。両手を上に持ち上げて、ツイストしながら手を前後に下ろします。胸を開いてお腹と背骨周りをほぐしましょう。腕を上げながら正面に戻り、反対側もツイスト。さらに余裕があれば、前の手を膝の上に添えましょう。おへそからさらに後ろへねじってキープ。反対側も同じように、呼吸は止めずに繰り返します。今度は両手を体の横に置き、右手を上げたら左に倒します。お尻が浮かない範囲で、視線は指先や下に向けます。体を起こしたら上げていた腕を曲げて、こめかみに添えて、首を右に倒しましょう。首筋から肩先を伸ばしていきます。手の位置を少し後ろに変えて斜め下を見ます。伸ばす位置を変えて呼吸を繰り返しましょう。反対側も同様に繰り返します。ぐっと伸びたら体を起こし、首を左に倒しましょう。手の位置を変えて斜めに倒します。最後は顎を引き、首を大きく回します。左右2回ずつ繰り返しましょう。あと1回ずつ繰り返します。最後は3回深呼吸です。息を吸いながら両手を上に上げ、吐きながら下ろします。全身をたっぷりと伸ばし、吐く息で脱力。胸の前で手を合わせましょう。
お疲れ様でした。今日も素敵な一日を過ごしましょう。 See you next time.